歌川広重筆捨てさんは、三重県亀山市石町に位置する標高286.2メートルの山である。鈴鹿山脈を形成する山の一つで鈴鹿峠から見た南東に位置し、鈴鹿国定公園に属している。江戸期には、石宿と坂下宿との間の東海道に沿う形であり、東海道が国道1号へと移ってからは、東海道とは、 鈴鹿川を挟んだ対岸の地となっている。本来、この山の故障は岩根山であったが、室町時代の絵師である、かの元信が、靴掛けでこの山を描こうとしたところ、二日目に雲や霞が発生して漂ってしまい山の前景が、前日とは大きく異なってしまったため、描くのを断念して、筆を捨てたことから、筆捨て山と呼ばれるようになったと伝えられる。筆、 ステさんは、祈願や懐石を多く有し、山中では松、河江で、筒ツ子ツが生い茂っている。江戸時代から名称として名高く、東海道中を行き交う人々は、対岸の筆捨て集落にある茶屋から雪月風花を味わったという。坂下宿を表した浮世絵の多数はこの筆捨て山の景観を描いていた。また、1900年に出版された、鉄道昇華五州赤西、三宮。 南海辺においても、鈴鹿の山のトンネルをくぐれば早も、伊勢の国筆、捨て山の風景を見よ野席より汽車降りてと、筆捨て山の景観が歌われている。この景観は1978年に亀山市の名称に指定された。ウィキメディアコモンズには、筆捨て山に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。